自転車に乗る際のヘルメット着用の重要性を学ぶ体験会が太白区の高校で行われました県警が仙台三桜高校で行った体験会にはおよそ40人の生徒が参加しましたきのうは人の頭に見立てた水風船とヘルメットをかぶせた水風船を自転車に乗ったときの頭の高さから落とす実験が行われました に。参加した生徒は。ヘルメットをかぶせた水風船が割れないことを確認し。その効果を実感していました。ヘルメットをかぶらなくても。受け身を取れば何とかなるんじゃないかとかって思ってしまってたんですけど。 あの現状を目の前にしたときに、やっぱり怖いなと思ったので、ヘルメットはかぶろうかなっていう思いました県警によりますと、県内ではことしに入って先月までに、自転車の事故で5人が死亡、272人がけがをしていて、このうち233人がヘルメットを着用していませんでした。